今度は今弾いていたコードを順番にチェンジしていこうと思うんですけど、うん、はい、今こう各コードを4回ずつ弾いていきましたが、はい、2回ずつにして2小節、はい、同じコードを弾いたら、うん、Am7、うん、D、G っていう風にちょっとやっていきましょうか、はい、C を弾いて Am7、 D を弾いて G、はい、この順序で、あ、なるほど、やってみましょう。これは、じゃあ2小節ずつってことですね。あ、はい、そうですね。でリズムも全部全音符でやっていきましょう、はい、これこうコード変わるときにはこう瞬時に変わっていくってことですよね。まあそうですね。ただこれ急には難しいと思うので、はい、これなぜこう2小節かと言いますと、はい、ちょっと猶予を持たせています。なので多少速くてもいいのでチェンジしたときに最初にこうちょうど小節の頭にコードが来るようにチェンジしてもらえたらな。じゃあ音の長さは長くなくてもというか、まあ、多少は、はい、多少はいいです。ちょっと頑張ってみます。あ、はい、はい、やってみましょう、はい、じゃあ行きます。はい、というか、まあ、大きくフォームが変わるんですよ、ね、うんうん、なのでちょっとまた難しいなっていうところが、もうそこはもう慣れる、そうですね、まあ、はいはい、同じことを繰り返していきながら、はい、はい、分かりました。もう一回チャレンジしてみましょう、はい、この時点でここまで来れてるので全然大丈夫です。あ、そうなんですか、はい、はい、いいですね、はい、ではちょっとずっとこう伸ばした音符っていうのもあれなので、うんうん、ちょっと刻んでいこうと思います。お、はい、今度は、まあ、同じその2小節っていうのは変わらないんですけど、はい、もう四分音符のリズム、全部四分音符で弾いていく。そしたら、はい、8回ずつってことですね。あ、そうですね、8回ずつ。はいはいはい、はい、じゃあちょっとやっていきましょう。ちょっとずつこうギターがね。そしたら、はい、Am7 の2小節目の4拍目を弾いた後じゃないと、はい、コードチェンジができないってことですよね。まあそうですね。なるほど。これはもうちょっと繰り返し繰り返してを、はい、やってみましょう。はい、じゃあ行きます。ぐちゃぐちゃになるかもしれないですか。あ、全然大丈夫です。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、サン、シー、サン、シー、サン、あ、そうです、そうです、サン、シー、そうです、例えば、うん、最初こう難しくてうまくチェンジがいかなかったとしてもですね、はい、もう弾きながらこう調節しちゃって大丈夫なので、うんうんうん、やはり大事なのは流れを止めないというか。あ、なるほど、それが大事です、ね、はい、もうその速さを。そうですね、はい、分かりました。もう一回やってみましょう、はい、じゃあ行きます。はい、ワン、いいです。
マイナー7から D に行くところがちょっと、あ、まあそうですよね。それは、はい、D に行った一番最初の音がどうしても抑えきれてなかったりするんですけど、はいはい、それは Am7 の最後の音を聞かないで D に行った方がいいのか、はい、あ、なるほどそれは、はい、まあ確かにそうなんですかね。まあ難しい質問でもあるんですがまあそのさっき言った小説の最初にコードをしっかりとはめるっていう意味では、うん、多少最後の、1,2,3,4 つ目の、四分音符、小説でいうと4拍目、この音をまあ話して、D に行った方が、いいですね、どちらかというと、うん、なるほどなるほど、はい、それは結構もうあの練習してればパッパッとこう切り替えはできるものなんですか？これはできます、もう確実にできます。はい、わかりました。じゃああとは数をこなすだけってことですね。そうですねはい、じゃあちょっと次のステップ、はい、次で最終段階になるので、いよいよこうギター弾けてるなっていうところまで、はい、感じてもらえるかなと、はい、ありがとうございます。今度は、はい、四分音符以外の音符、八分音符を足していきたいなと。ほう、はいはい、わ、えらいまた難しいことえ、そういうわけじゃなくて、あ、大丈夫ですよ。なるほど、あの信じてもらえれば、はい、わかりましたまあ、ちょっとリズムで言うと、まあ全部8分音符、ジャ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 っていう感じではなくてですね、今さっき弾いた四分音符に、まあ四分音符を3回弾いた4つ目の四分音符を8分音符に変える。ちょっと弾き方なんですけども、ジャンジャンジャンジャジャっていうふうにこう、ここで、あ、そうです、ダウンと上から行って下から行く。そうですね、うん、はい、分かりました。ちょっとじゃあ北にコードチェンジってなると難しいと思うので、はいはい、そしたらじゃあ Am7 のコードでこの、リズムで4回分ちょっとまず練習してみましょうか、はい、Am7 は C から1個抜く、はい、あ、はい、そうです、はい、じゃあちょっと一緒にやってみます、はい、ギター弾いてしまうっていう、そうですね、感じに、はいはい、なってきました、はい、ではこれまたコードチェンジするときは、はい、8分音符の裏側、はい、4拍目の裏側弾いてから D に変わらなくちゃいけないわけですよね、はい、これはちょっと でちょっとこれ一個ポイントがあって、はいはい、あのすごくまたいい質問をしていただいたんですけど、はい、この8分音符の裏、ここの部分でまあ、そのチェンジのタイミングになるんですが、はい、ギターではですね、ここまで来たらこの最後の8分音符の裏の音はですね、もう移動に使っちゃっていいです。例えば、あ、じゃあさっきの四分音符と同じような感覚でいいってこと？大丈夫です。これ案外そのこう気にならないというか、ちょっとあの軽くやってみるとですね、まあ D、Am7 から D の流れで、はい、間の音って全然なんか違う音が、あ、まあそうです、ね、うん、もう開放でこう、はい、音がなってるような感じが、そうなんですよ、それで全然 OK ってことですね。大丈夫です、まあ、ピアノなんかだとこうここまでこう弾いて、うん、で、まあ、次に移動するかと思うんですけど、ギターではちょっとこういう場合はですね、やはりこう少しでも移動をスムーズにして、やはりその小説の最初のコードをしっかりと決めるっていうのが大事になってきますので、うん、そしたらやっぱり D のコードの頭はしっかり、あ、そうです、入れた方がいいってことですね。もうおっしゃる通りですね。なるほど、はい、じ
じゃあちょっとあのさっきの四分音符を比べるとですね、はい、ちょっと難しいと思うんですけど、はい、CAm7DG の流れで各2小節ずつ、はい、なのでこれを2回ずつやってチェンジ、2回ずつ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 っていう形で、はい、ちょっとやってみましょうか。2回、2小節ずつってことですか。あ、そうです。はい、わかりました。はい、素晴らしい。おいいですね。もうあ、ギタリス素晴らしい。はい、もう一回行きましょう。はいはい、はい、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォと、こう、あの、ここまでスムーズにできてきた。コードチェンジは今ぐらいのタイミングで大丈夫なんですね。あ、もう全く問題ないですね、はい、ちょっとなんか音がこう、はい、ね、途中こう4拍目の裏こう変わったような感じですけど、あんまり違和感はないですかね。あ、そうですね。むしろあの小説の最初のコードがですね、ちゃんとなっていて良かったと思いますね、はい、ありがとうございます。では、今度は小説数をちょっと減らして、はい、ほうほうはい、ちょっとすぐにこうチェンジがやってくるんですけど、はい、各コード1小節ずつで弾いていく、はい、なので、もうリズムは一緒なんですけど、ジャンジャンジャンジャジャ、これを1小節まあ弾いたら、はい、すぐに次のコード Am7 に行ってってことですか。あ、そうです。はい、ちょっと指痛いですか。大丈夫ですか。ちょっと痛いですけど、あ、まあけど我慢できるぐらいの。 ありがとうございます。はい、はい、これはもう、はい、我慢してやるっていうよりはちょっと休み休みこう。そうですね、やれば、はい、まあ、あまり無理してもですね、ちょっと痛くなっちゃうだけなので様子を見ながら。これがね、やっぱりこう、ギターって痛みをと思うっていうのは、うん、ただこれ弾いていけば、あの、まあ、指も皮がちょっと厚くなってきて、そんなにこう気にならなくなってきますので。なるほど。ではちょっとやってみましょう。はい、やっていけばもっとこう身についていきますので。はい、わかりました。では、またちょっと各コードを2小節にちょっと戻してですね、はい、でちょっとまとめやっていきたいと思うんですけど、はい、で、まあ、2小節ずつにちょっと戻したんですが、はいはい、これを弾いた後に最後 C のコードでここは、全音符、うんうん、ジャーンで終わるっていうですかね。はい、これでちょっとやってみましょうか。はい、ワン、ツー、
作らないといけない。はい、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 じゃあ最後にちょっと音源に合わせて、はい、これをですねやっていきましょうか。はい、じゃあ、カウントが入っていますので、はい、その後に入っていきましょう。はい、じゃあいきます。はい、バッチリです。できましたね。一生もう一回やってみましょうか。はい、はい、じゃあいきます。大丈夫です、はい、この短い期間でここまでできていれば全く問題ないです、ね、はい、分かりました、はい、このコードは、はい、をまずこう覚えとけば、そうですね、他の曲とかにもこう使えるんですね、はい、だいぶ使えますね。結構あのいろんな曲でこの C だとか Am7 D や G っていうのはあの進出がすごい高いんですね、うんうんうん、なのでまあここでちょっとこう覚えていくとですね、あの応用が聞きやすく、コードは一個一個覚えるしかないんですよね。まあ基本はそうです、はい、基本は基本は、はい、分かりました。はい、ではですね、はい、今日ここまでなんですけども、 あ、はい、ありがとうございます、はい、楽しかったです。いえいえ、またチャレンジして、何か別の、曲をですね、はい、できればなと思います、はい、これはもう曲とかもこ こういう風にこう、なんだろう、ストロークすることで、はい、できてくるようになるんですね。できます、大丈夫です。わかりました、はい、ありがとうございます。じゃあまた、はい、あの機会があったらぜひまた、ぜひお願いします、はい、よろしくお願いしますありがとうございます、はい、ありがとうございます。